え、やばすぎ。 DNA ボーム出た。はい、こんにちは、グリードです。さあやってまいりました、コールオブデューティーとフォールアウトのコラボレーションバンドル、というわけでやっていきましょう。皆さんフォールアウトはご存知ですかね。僕ら世代のね、洋ゲー好きはやったことある人多いと思うんですけどね。世界でものすごい人気の、オープンワールドゲームですね。まあ、このフォールアウトの会社のベセスダの代表作で言うと、あのオブリビオン、スカイリムとか、あの TES シリーズとかで、フォールアウト、あと去年ね出たスターフィールドとかですね。まあ本当にこの手のオープンワールドゲーで、まあすごい有名な会社なんだけどね。最近で言うとアマプラでフォールアウトのドラマが公開されて、もう全世界1位になったりとか、まあかなり今世界的にホットなゲームになります。なぜこのコラボが実現したかっていうとね、まあコールオブデューティーはマイクロソフトに買収されたじゃないですか。でその前にフォールアウトの会社ベセスダもマイクロソフトに買収されてるので、多分まあ両方ともマイクロソフト傘下のゲーム会社になったことによってのコラボレーションだと思います。じゃあ早速ね見ていきましょうか。はい、コールオブデューティーのね141のチームメンバーたちが、ボルトスーツを着ているというスキンになっております。はい、これね発表当時からいろいろ言われてたんですけど、まあこのスーツ何かっていうと、フォールアウトっていうのは、まあ、核戦争後の世界の話なんですよね。で、その核戦争が起きて、まあ、みんな核シェルターに入るわけなんですよ。で、それがボルトっていう核シェルター。そのボルト内で着るスーツっていうのが、この、青色のスーツなんだよね。まあ、そのスーツを、この COD のメンバーたちが着ているというスキン。まあ、多くのフォールアウトファンが望んでいたのは、あの、パワーアーマー。だと思うんですよ。まあそのゲーム内で登場する、まあ、パワースーツなんだけど、これはねまあ結構大型なんですよね。だから COD のこれマルチプレイヤーとかで着るとなると、まあちょっと難しいかなというキャラクターの大きさ的に、まあその結果このスーツを着ることになったのかなとは思うんですけど、ちなみに背中にはちゃんとねほらナンバーが141になってるんですよね。このまあこれボルト、その核シェルターのナンバーがその背中に入るんだけどね、普通。もう核シェルターってもう世界中に何個もあって、ね、それぞれボルト1、ボルト2とかね、そういう風にナンバー付けされてるんだけどね。プライスたちは141っていう。まあこれすごくいいコラボレーションじゃないかなと思いますね。ちなみにちゃんとね、左腕にピップボーイがついてます。まあピップボーイっていうのはこのボルトの中に入ってあるね、つける、まあ小型のコンピューターなんですけどね。まあこれがゲーム内でいうこうメニュー画面になってくるんだけど、クエスト受けたりとか、持ち物整理したりとかっていうね、それがしっかりと左腕についてます。アサルトライフル、これは M16 のフルオートのやつかな。ボルトテック141っていうマークがついてるけど、まあゲーム内でこんなカラーリングの武器は登場しなかったよね。もう一つは SMG ですね。アットミックって書いてあるから、まあいわゆるあのニュークリア核兵器っぽいデザインになってるのかな、おそらくね。マガジンがちょっと核エネルギーっぽいような、多分レーザー系の武器でしょうね。これもYou are special. デカールですね。これはあのゲーム内で、まあそのまあ、RPG だからさ、その、まあ、スキルアップっていうのがあるんだけど、まあ、ゲーム内でその本があって、本を拾うと、まあ、スキルアップするよみたいなアイテムがあるんだけどね、多分それだったと思います。これはヌカコーラスペーサー。そう、このヌカコーラっていうのがね、まあ、このゲームでの、まあ、なんだろう、代表的なアイテムになってくるんだけど、あ、ここにもありましたね、ヌカコーラ。まあ、ヌカコーラがそのゲーム内に登場する、まあ、コーラなんだけどね。瓶に入ってるコーラだから、その核戦争後でも、まあ、飲めたりするんだけど、まあ、その、ヌカコーラ、コーラの瓶のキャップが、その核戦争後は通貨になってるんですよ。お金になってるんですよね。だからゲーム内ではこのキャップ集めっていうのがね、重要になってきたりしますね。はい、これはボルト、その核シェルターの入り口ですね。これはフォールアウト4のやつかな。ドッグミートもいるし、ニュークリア、核が落ちた時だね、これがね。あ、これがそのさっき言ったパワーアーマーですね。うん、アサルトライフルどうでしょうか。まあまあまあこういうデザインの武器はなかったと思うけど、まあかっこいい。ちゃんと左腕にピップボーイもついてる。でこの銃弾が、これは核エネルギー仕様になってるということでいいのかな。もう一つの SMG ですね。まあ、こう、核仕様のプラズマガンっぽい仕様にはなってるかな。で、覗くと、これサイトのおかげだよね、多分。あ、バッツ仕様になってるんだ。あの、バッツっていうのはね、あの、ゲーム内で、その、敵にこう、スローモーションをかけて、まあ、V を選択して撃つっていうね、まあ、必殺技みたいなのがあるんですけど、その画面と同じになってるね、これ。わー、これは、
結構ちゃんと作り込んでるな。46いける。ちょっとおい、真面目にやれよお前。さあやっていきましょう。僕はね、フォールアウト3とベガスはやったことあって、フォールアウトの4はね、今配信でツイッチの方でやってたりするんですけどね、まあ、大体ね僕戦闘がしたいからね、頭の方にスキルは割り振らず、ほとんどね体力とか、銃撃スキルとかそっちばっかに割り振って遊んでましたね、いつもね。まあそのフォールアウトってすごい自由度が高くて、まあキャラクターがどんな性格かどんな出生かっていうのも選べるんだけどね。よいしょ。まあ戦闘したい人はそういう僕みたいな戦闘スキルに割り振りまくってもいいし、戦闘したくない人はこう頭の良さとか会話力とかね、交渉力とかそういう風に割り振ると、まあ戦闘せずに会話だけで乗り切ったりね、そういうこともできたりするんだけど、まあフォールアウトシリーズ全部ゲームパスにあるからね、ぜひやったことない人は。まあベセスダのゲームね、注意なのがね、オープンワールドだからね、なんかゲーム側になんか楽しさを求めてもちょっといけないかもしれない。なんか本当に自由度が高いから、どう遊ぶかどう楽しむかもプレイヤー次第ではあるので、自分でいろいろ決めてなんか楽しめないっていう人はね、なんかあんま面白くないってなるかもしれない、うん、結構人を選ぶゲームかもしれないですね。エアリアルまさかフォールアウトとガンダムが戦う日が来るとはな。いやいやいや、まあでも正直ちょっとこの SMG の方が気になるんですよね緑色バッツ仕様になっておりますけど、果たしてこれは見やすいんだろうか、どうなんでしょうか。これはスモーク越し見えるね、見える見える、サーマルだ本当に。なんかねデスエフェクトがバッツ仕様になってるはずなんだけど、なんか見た感じなってないんだよな。あれ、おかしくない、なんかバグかな、それとも僕はなんか設定できてないのかな。バッツ仕様になってないよね、どう見たって。おお、危ない。ん？あ、なんか車のオブジェクトにも反応してる。何に反応してるんだろうこれ。ありとあらゆるものが緑色になっててちょっとむずこれ難しいんだけど、どうだろうこれ。車も緑に反応すんのか。いや、そこまで原作再現しなくていいよ。人だけでいいよ一旦ね。はい。ちょっと。なるほど、これ爆発にも反応してるから、これ爆発の中に敵がいたら分かんないんだけど、全部緑で。お、ダブルキル。もうスキドン来てる。来てるね、後ろ来そう。危ねえ、よかったな。 OK、 アドバンス UAV 出た。 OK、 よしよしよし、うわ来てる。 OKOKOK、 スウォーム出すぞ、スウォーム。オッケー、ソーム。ちょっと敵強いからガチです。これは死んだかも。盾が。やべ。よしよしよし。でもソーム出てるからな、こっちは。これ全員的中だ。これスウォームで自爆しないようにマジで気をつけるわ。 OK、 これスウォームに任せる。いけ、ファンデル。よし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 、弾がたくさんあるね。いいぞ。やべ、狭いマップのスウォームやべえなこれ。あ、 DNA ボーム出た。フォールアウトコラボなのにニュークじゃないっていう残念な感じ。
フォールアウトコラボなのにニュークリアじゃないのかよって、そこは。OK、 パネル重ねて、そこに1枚いるんだよな。あぶね、敵強えなマジで。いいよ、ただ抜けちゃったかな、これ抜けちゃったような感じしますね。 OK、 OK、 いいよ。よしよし、落ち着け落ち着け。セントリーガンもあるし、奥からめっちゃ湧いてきてんな。一旦逃げようか。オッケー、危ねえ、よう来たな。やばいやばい、アドマさん呼べ。え、何連続キルしてるこれ。来てる来てる来てる、そっち行ったか。 OK OK、 これは無理しない。わあ死んじゃった。いえマジかよ。え、やばすぎ。105キルしてるのに負けそうです。マジで？105キルしてんだけど。ちょっと。やべえ、もうキルストつなげないと。だからもう僕がずっと。キルストつなげないと負ける。どうだどうだ、112。ナイス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 、つなげてはいるね、つなげてはいるね。やばいやばいやばい、なんで、なぜ負けそうなんですか。おかしくないですか。あ、でもスモーク越しでも見えるよこれ。見えるけど、まだまだあれ、ハープじゃなくてあれ飛んでたんだ。まだいるんだよそこ、やってくれ頼む。とんでもない激アツ試合やこれ。よしよしよし、いけるいけるぞいけるぞ。トリプル、やばいやばいやばい、ガチでやべ、ガチでやばいやん。ガチでやばいこれ。これとんでもない試合になりますよこれ。これ角待ち角待ち、ここの角待ち効きそう。どうだ、削ってはいる、やってくれるかな、カバーできるかな。オッケーオッケーオッケー、できてるできてる。爆発の中いるね、マガジンの力を。134キル、マジ、ちょっとちょっと、何この試合。やばいやばい、ガチで138。うわ、ちょっと何これ、138キルの250対244。この試合メインのタイトルにしてもいいぐらいの動画だわこれは。牛ですね。ちょっとあれか、
ちょっと変わってるけど。おぉ、でっか。でっか。え、ペーペーがでけえ。す、ペーペーが、